ごぼう南海バス。ごぼう南海バスは、和歌山県のバス事業会社。南海電気鉄道の子会社。本社所在地は、和歌山県五房市その37番地。乗り合いバス事業と、貸切バス事業、観光バスなどがある。特に、貸切バスには、南海のロゴが付けられているため、利用客から南海バスに問い合わせられることがある。南海バスはすでに貸切バス事業から撤退している。 なお、観光バスについては、大阪府岸和田市にも営業所を持っている。高野山ケーブルをはじめとする南海各路線の鉄道路線運休時に伴う代替バスや、南海沿線での企業株主見学会の送迎事業なども担うようになっており、熊野交通と合わせて事実上の南海グループ全体の貸切バス部門としても機能している。現在は、 和歌山県内の他の南海グループのバス路線と直接接続していない。また、和歌山市駅に乗り入れていた当時より、ピタパなどのスルッと関西対応のカード類は、元より3.33フリーキップなど南海が企画した、その他のフリーキップも利用できなかった。現在でも磁気カードや IC カードの類の利用はできず、今後の対応も未定。 2016年8月5日より、夜行高速バス、ドリーム、和歌山号に参入。2016年8月5日から参入。2016年12月12日から、運行経路及び相性を変更。南海ウィングバス南部との共同運行。2007年3月31日現在、路線バスとして19台のバス車両を保有する。うちのステップバスは4台。 定常バス、ここでは、ノンステップバス、ワンステップバス、スロープ付きバスを指すは6台。また、2010年より、日の、ポンチョを新規に購入している。路線バス車両は、その大半を、日の製が占める。特にレインボーが、主流車種である。南海系では珍しく、小型のレインボー RB も導入しているが、大阪府内の路線を運行する。 南海バスから譲渡されたリエッセの導入で廃車が進行している。また、同社のレインボーは、初期ボティの時代から角型二等の全小灯を装備している。一部に丸型二頭の車両が存在するが、これは南海バスからの譲渡者である。他に、少数の三菱製バスが存在する。初期のノンステップバスは、ノンステップバスと表記されているほか、 後期の車両と比較して、ロゴの形状にも変化がある。塗装は、南海グループでは他に、南海林間、バスにしか残されてない南海グループのバスの旧塗装、通称 N カラーを基本に、自社用に G のロゴを採用し、マイナーチェンジを施したものを採用している。なお、南海バスからの譲渡車は、南海バス時代そのままの塗装を採用しているが、一部は、 G のロゴを挿入したハイブリッド塗装となっている。かつては緑に白帯の独自の塗装をしていたが、1988年頃より他の南海グループを追って現行のカラーリングに変更された。なお、この塗装は前日の2010年より導入された日のポンチョに20年ぶりに採用されることとなった。貸し切り用のバス車両も、 多数の日野車と少数の三菱車という構成。一部に小型の貸切バスや車内をサロン配置に転換可能なバスが存在している。なお、ホームページで貸切バスの設備等が紹介されている。前日の通り、同社の源流である五坊市内の路線はもともと南海電鉄との資本関係を持たない初代南海バスによって運行されていた。後に、 同社は南海電鉄の資本化に収まり、南海白浜急行バスを経て、再分離後に以前とほぼ変わらない規模のごぼう南海バスとなった経緯がある。南海電鉄より自動車運輸部門が切り離され、二代目南海バスが誕生したのはごぼう南海バス誕生から17年後の2001年となってからであった。しかしながら以前より電鉄の自動車運輸部門は、 南海バスの愛称で呼ばれていた。五房地区を走る同社と大阪地区を走る南海バスは直接的な路線のつながりが存在しないながらも現在においては共に南海グループの一員であり排気ガス規制の厳しいエリアを走行する南海バスより五房南海バスへ中古車両を譲渡することも多いのは前述の通りである。またすでに存在しない南海バスの観光部門と ごぼう南海バスの貸切バスは、類似した塗装を採用していた。とはいえ、両者は共に、南海電気鉄道傘下の兄弟会社という、間柄であり、南海バスが、大阪府内に持つ二つのバス運営士会社と異なり、南海バスとの間に横断的な資本関係はない。このような関係は、南海グループの他の和歌山県内のバス会社と、 南海バスとの関係でも同じであるが、同社の場合は、南海電鉄の自動車運輸部門の各営業所から、発足した会社ですらなく、従って、過去に遡っても同一会社であったことはない。なお、現在でもご房市内など、ご房南海バスの走行エリアにおいては、南海バスといえば、ご房南海バスのことを示している。2016年8月5日から、 南海ウィングバス南部が運行している夜行高速バスドリーム和歌山号に参入し同社と共同運行をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。